サムライジャパンチップス。はい、こんにちは、ひろきです。皆さんはプロ野球チップスって食べたことありますか？僕がこれを初めて食べたのは小学校中学年高学年ぐらいの頃ですかね。スーパーで買い物行くようになってからふとね、このプロ野球チップス目に入ったものでね、去年からこのカードを集めるようになりました。今のプロ野球チップス、野球日本代表侍ジャパンチップスということで、カルビーから出してる薄塩味のポテトチップス、なんとですよ、今買うと全部キラカード、侍ジャパンカード1枚付きということでね、全部レアカードが手に入るということですね。僕が小学校の頃はノーマルカードもしくはキラカードが1枚入ってて70円ぐらい、今このサムライジャパンチップスキラカードが確定でお値段90円ほどになっております。それでですね、まだこちら開封前なのでここで開けてみようと思います。カードを切らないようにね。果たして何が出るかな。おー、はい、筒香選手が出てきました。DeNA を牽引する若き4番、まあ侍ジャパンでもね4番を打つこともありました。まあ今年行われる WBC 国母ジャパン、国母監督のことだからね、きっとね中田推しだと思うんですよ。まあそれでもね、まあ5番を打つことになるのかな。僕としては3番でもありかなとは思ってます。とまあこういったカードがですねこれだけ集まりましたということでね、ちょっとまず種類ごと球団ごとに分けていこうかな。サムライジャパンはサムライジャパンで、俺たちの福浦、なぜ国母監督は中村晃を選ばない。T 岡田、ちょっと折れちゃったね。僕 T 弘樹でチャンネル解説してますが、まあ由来はここからですね。あ、もう一枚出てきた。武田が2種類。おう清田清田、全力で走れ。レジェンド井端、いやー守備の達人ですよ。おかわりくん、タイトルホルダーですね。あー、コンスタントに30発打てるからホームランって魅力的ですよね。安達選手、この選手はですね、潰瘍性大腸炎という疾患で厚生省が特別疾患として認めている難病にかかっている選手。派手なプレイヤーってわけでもないですけど、ショートの守備にはね定評のある選手です。石川歩夢選手、結
構ファッションセンスのある選手で、防御率2015年で 3.27、 毎年2桁計算できるピッチャー。今年は WBC からフル回転で頑張ってもらいたいです。なんか終わんねえな、こんなんしてた。はい、こんな風に並べてみました。プロ野球チップスあるあるなんですけど、チップス溜めないようにしましょうね。一袋食べきりサイズですので、チップスを食べてから次のプロ野球チップス買うようにしましょう。今回このカードを整理するのに、セリアで買いました A4 30リングトレーディングカードリファイルと、まあそれをファイリングするルーズリーフ買いました。こちらにカード収納サイズ見本がありますので、ちょっと余裕があるぐらいの大きさですね。こちらに収納していこうと思います。まずはサムライジャパンから、こっから開けます。これがこうか。あー、ちょっとブカブカだね。まあいっか。はい、大谷。まあ大谷すごいのはみんな知ってるから。西野って今回選ばれてないよね。強化試合の時かな。ライアン、秋吉。ちょっとね、ヤクルト戦をあんまり見ないから秋吉の凄さがちょっとわからない。同じ秋吉だけど、なんか2パターンあるんだね。初めて知った。こっちのね、キラカード文字が入ってる方は花火っぽい光り方に対して、文字なしの方は全体的にキラキラしてます。こんな違いあったんだ。やっす、あっき。最近パーフェクトヒューマンに曲変えたよね。銀地。あ、裏かっこよくね、これ。川端慎吾。いや、彼のインコースの流し打ちはえぐい。今見る。ちょっと今回肘の影響で出れませんね。で、筒子、もう一丁筒子、平田、そして平田。はい、侍ジャパン。はい、日本ハムです。続いてソフトバンク。なんかもう一発目からね。胴上げカードっていうの、チェックリストね。なるほどなるほど。ジャンピング今宮。はい、ソフトバンク、真ん中を今宮のジャンプが占める。はい、我らがロッテ。通常のチップスからキラカード2枚。はい、千葉ロッテマリーンズ。あ、福浦が逆になってる。はい、西武ライオンズ。タイトルホルダーが2人。増田ってちゃんと知らないんだよな。ホールドポイントが42か。あー、すごいね、72試合も登板したんだ。このね、牧田がね、またね、3連投なんですよね。ほら、西武ライオンズの打者って怖いよね。はい、東北楽天ゴールデンイーグルスだっけ、正式名。うん、そうだね。こうやって見るとね、主要な選手は当たりましたね。はい、オリックスバファローズ。 T 岡田選手見たらね、なんか YouTube で T ひろきってやつがプロ野球チップスやってたよっていうのを思い出してください。昨シーズンセリーグ優勝しました広島東洋カープ。もうこの3人いなかった
ったら優勝できなかったよね。もうね、ジョンソンの安定感はやばい、菊池の守備範囲やばい、田中の CS の活躍がやばい。はい、巨人も3枚しかないね。ちょっと寂しいね。今年はいっぱい買って巨人を当てよう。DeNA も少ない。なんかセリーグ少ないかね。そうだよ、ロペス巨人残しておけばよかったのにね。はい、 DeNA ベイスターズ、続いて阪神っていうところでね、ラス1になっちゃったな。どうしようかな。まあ後半の尺を考えたらセリーグ B ランクは こんなところで、すいません。中日なんか1枚しか当たんなかったね。とまあこんな感じにですね、ファイリングすることができました。この番組でね、プロ野球チップスカードをね1枚ずつ紹介していくコーナー、ちょっとやっていこうかなと思います。野球好きの皆さん、そしてチップスが好きな皆さん、ぜひねチャンネル登録をよろしくお願いします。その他にですね、普段このチャンネルでミニ四駆を主に紹介してます。それと別チャンネルで T ひろきアニマルズというものも始めてみました。まあ YouTube がね始めてまだ3ヶ月ぐらい、これからねいろんなことを発信していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、以上 T ひろきの、もう一回いいかな、T ひろきのチャンネルでした。